おはようございます。今日は6月13日、木曜日ですね。本日紹介するお花は、ギキョウです。英名は、バルーンフラワー。原産地は、日本、中国、東アジアです。ギキョウの花言葉は、永遠の愛、気品。白いギキョウの花の花言葉は、清楚です。ギキョウと言いますと、犬夜叉という有名な漫画がありまして、その漫画に出てくる巫女さんの名前もギキョウでしたね。いろいろ考えると、花言葉も絡ませていたのかなと考えていました。それでは、今週もあと少しです。今日も一日、頑張りましょう。